切り口というふうな見方では多くの人がしていると思います。尾身氏は医療逼迫にも関わるとして高齢者ら重症化リスクの高い人を守るためにワクチン接種の検討を改めて呼びかけました。大型トラックにはねられ女性が死亡しました。どうしました？未来さん、どっち行けばいいかなって。つむぐくんついてきて。どこへ向かってるの？それは良き方へ。こっちか。こっちだと思う。こっちの可能性も。ねえつむぐくん、良き方にはさ何があるの？まだわからないです。え、わからないけどこっちだ。そっちだったんだ。行きましょう。ええ、未来さん、つむぐくん。未来を紡ぐエネルギー、東京ガスグループ。